ね、10分ぐらい経った10分ぐらい経った10分ぐらい経った10分経ったかな、あと20分ね今日ちょっとあのオレンジの人たちちょっと見よってね、今日菊池くんを見に来た人であげて、はい、ありがとう、ありがとう、はい、じゃあ熊本県外から来た人、ほら県外から来た人、熊本県外から車が勝手に行くときには通りにいろいろややこしかけ、ちゃんと営業マンに言われるんかい、またトヨタパソリンって買えなかったわけ今日は今日、いやいやいや、もう今日お買い上げだけど熊本の陸運局じゃダメだけど登録された何だっけ、不便話しますって言っちゃうけん元気なと思う、だってさ、俺たちも呼んで車の話とかせえって言われても俺そもそも車に乗らんだい、いけるいける、やめてもうやめてもう、だけその遠巻きで見られる俺たちの身にもなれよ、なんねあんたたちは、もうよかったよ社員がいじったけん、こっちよかったよ、もうだってなかなか店長乗りよかったね、うん、びっくりしたね、なかなかいい職場じゃないですか、うん、俺ね今日職場の人たちにと思って缶バッジを持ってきちゃったよ、絶対足らんけんね俺が持ってきたはず、うん、でもねこれ取り合いになったらどうしようと思ったけどテーブルの上に余っとったね、そうなんかもうみんなつけとったけん、すごいと思ってパッて見たらここに5個ある、5個置いてあったの、余っとるやん、せっかくもう今度からもうここにお客さんが来た時にはもう菊池くんのバッジをはめて、え、これ何ですか、私も好きなんです、あ、本当ですか、この間菊池くんに来てもらったんですよ、え、いいな、じゃあ私8億買いますとか、そういう話だそういう話になるけどね、絶対なるけどねおい、まだ10分しか過ぎとらんか、この調子であと20分なんか持つわけにゃんだ、気がついたらさっき泣きやる子供もうおらんし帰ったし、おめえもすんません、もうご無礼しました、違うとたい、たまにはね、しくしくとやろうかと、あ、お父さん、そら4日来るまでですねほら、赤が来るまでぶんぶん行くじゃがな、お腹にやたら戻ってるわよ、ほらお父さん、ちょっと東側に行きましょうか、お似合いですね、全かっこいい、全こっちは見てもくれない聞いとらったね、シャットダウンしとる菊池くんの声、あのほらオレンジちゃんと営業にパッとパッとボロに行かないとあんた、ほら閉めらしたのわば俺営業マンの本気払ってましたかい、すぐ来ないあんたこの中でだよ、本当にちょっと今日制約したぞって人おる、さすがにおらんか、今しおらしたよ、今しおらした、後ろ一人でね、マジで、うん、今日車1台ぐらい売れたね、うそう、すげえ20台、菊池くんの関係ないところで20台の車が出てきた、じゃあ菊池くんの力で、いやいや 俺たちが帰った後結局20台から台数が伸びなかったらあいつら何しゃべったんやって言われた呼ばんどけばよかったって言われる、いやもうびっくりね、ね、店長、あの牛柄の車も一応作ろうよ、牛柄これパシパシパシ牛柄、はい、あーはいはいしまったしまちゃん、そのパソコン上だけで作っちゃダメぞ、フォトショップでちょっと作りましたみたいなのダメぞ、そらダメぞ、あれ模型みたいな、模型車みたいな、コミカ箱に並んどるかもしれない、いや、ちょっとやろう、牛柄かメロン柄のやつ作ろうばよ、作ろう、コミカで行こう、コミカで、ね、コミカ、いや、やっぱ86番作ろう、86番ブリンブリン行くやつが作ろう、ブリンブリン行くやつ、ブリンブリン行くやつでもメロン柄だったらなんかちょっとなんかあれじゃない、いや、なんか地球に優しい感じがするかい、メロン、菊池くんコラボレーションの車が出たら買うぞ、嘘は言え、嘘は言え、ちなみにだよ、真面目な話、300万くらいの車出たらどうする、あーごめん、200万までで作って絶対売れんよ、これ買うもん、買い取り捨てなんで、いやもう菊池くんのあの車があったらこれ買わんもんね、マジだって絶対丸っけ、悪行が
悪行あんた、あのキャバクラの前に車を通してたかって言ってから怒られて、キャバクラに行かない、男はキャバクラに行くでしょうが、さあ、店長もアリアンカワさんまで大好きだけどね。店長行きよった？嘘だよ、言うてよかった。島ちゃん、島ちゃん、あんた行きよった？おい、親戚におったぞ、お前。なんで親戚の女ちゃんの前でさ、これ言ってよ、お前。あぶな。おい、お前の親戚はキャバクラに行きよったぞ、うん。ちょっと付き合いを考えたらええぞ。あ、大丈夫。大丈夫よ、うん、大丈夫、大人だお前、大丈夫、大丈夫、そもそもあんまり好きじゃないから、え、どういうこと、もうやめとこう親戚だからねねえねえ、俺車のイベントに呼ばれたの初めてとか、え、何を喋らないか本当にわからんまんま、やっと15分が過ぎたわけなんかこれは言ってほしいとかないの、なんかこうこれが男か赤いのですよみたいな、今ならこのナビついてますよみたいな。なんか泣いとね。あんたたちは営業マンだろかい。なんなのこれ。あんた営業トークが。呼びつけて、呼びつけて。お。どうでしょう。バランスの仕事。決めていただいた厚みには。お。店長が参加いたします。店長、財布の中にちゃんとお金入れてきた？現金よ、プレゼントは。一番良かったら現金だっけ。ねえ、物ももらえるから現金が一番良くてね。ほんで飲み行こう、店長。もうちょっと終わらせてもらえ、飲み行こう。あのキャバクラに行こう。もうちょっとみんな微妙な顔が出て、あんま下ネタって乾杯な。一人ね、おっとて、この中でね、下ネタが好きなやつが誰とは言わんばって。おっと一人じゃないんじゃない、一人じゃない、間違いない、おい指が差しやんな指が差しやっとる人みんなだと指が差しや、お前あの遠くの白いテーブルの人たちがもうほんと引いてみようだから、だんだん遠くなってきた、菊池くんも下作家ばって、ファンの人たちも下作家しかいないと思います、今日オイル交換ぐらいして帰りますよオイル交換ちゃんと日産車も三菱車もね、あのダイハツも鈴木も全部してますけね、うわなんか嫌な顔して、何ですか